千代田夢変わり、変わり物語。はい、皆様おはようございます。今日はですね、トークテーマに設定させていただきましたのは、ファミコンの思い出ということで、まあね、こんなテーマを設定しながら、実は僕ね、ファミコンっていわゆる発売当時には買ってもらえてなかったんですね。多分ね、僕が小学校6年生か中学生になるかぐらいの頃にファミコンが発売されたと思うんですけど、まあやっぱね、子供のおもちゃとしては結構ね、お高いおもちゃだったんでね、そんな誰でも買ってもらえてるっていう感じではなかったですね。友達の中でやっぱりお金持ちだなっていう子が真っ先に買ってもらって、そいつの家でね、遊ばせてもらってました。猫の手先さんはあれですかね、心コロッケさんのお知り合いなんですかね。まゆみさん、初代のファミコン持ってました。そうですよね、初代のあの赤と白のね、カラーリングのやつ。まあ今でもファミコンっていうと多分みんなあのイメージが強いんじゃないかと思いますけどね。あのマリオのやつ、そうそう、任天堂さんがね出してるんで。で、僕は正直自分でファミコンを買ったってなると、だいぶ後になってからグレーの色で、AV ファミコンと呼ばれる、要はテレビとの接続が随分簡単になった、赤黄色白の3本のケーブルをもう差し込むとすぐ画面が映るっていうタイプの AV ファミコンっていうやつね、あれをだいぶ大人になってから買いましたけど、子供の頃って結局ね、赤白のファミコンって買ってもらえなかったというか、あれを買わずに僕パソコンを買ってもらったんですね。でファミコンは友達の家で遊んだり、あとはもう友達がファミコンやらなくなったんで、これもう貸してやるよって言って貸してもらって遊ぶようになったって感じなんですね。猫の手先さん、ファミコンはシャープのツインファミコンを愛用してました。ありましたね、ツインファミコン。ディスクシステムとね、カートリッジが一体型になったやつで、ツインファミコンが自分のマイファミコンだっていう人も結構多いですね。まあね、やっぱりファミコンが出た時にすでに家庭用ゲーム機っていうのはいくつか出てたと思うんですけど、僕が覚えてるのはいわゆるエポック社のカセットビジョンというやつと、あとね、アルカディアとかいうどっかで、ね、外国の当たり社かどっかが出してるやつと、もう一個、まあ、それこそセガが出してた SG なんとか、SG1000 とかいうやつとかがあって、まあ、その中にあって、ファミリーコンピューターは、画面がね、画面がすごくポップな色合いで、綺麗な画面だなと思った印象はありますね。それ、まゆみさん、それから次々とね、新しいやつ出てね、そうですね、もうそこで、ファミリーコンピューターが爆発的に人気が出て、もう家庭用ゲーム機っていうものをね、各社が開発をね、しのぎを削るっていう時代がありましたね。それからですかね、たまごっちとか出ましたよね。そうですね、いわゆるブームでね、お店に並ばないと買えないみたいなね、なかなか、そうですね、それまでって、まあ、唯一僕が覚えてるそういう商品といえばガンプラぐらいですね。ガンダムのプラモデルはお店に並んで買いに行くみたいなのがありました。猫の手先さん、ちなみに我が家にはファミコン登場前に発売された任天堂のテレビゲーム機があります。あー、もしかしてあれかな、いわゆるテニスゲームみたいな、ボールが飛んでいくのをこう棒状のラケットでお互いに打ち返し合うみたいな、あれかな。なんかそうなんですよね、ファミリーコンピューターとか、まあ、さっきのカセットビジョンみたいなのが何が画期的だったかっていうと、カートリッジを変えることで全く違うゲームが遊べるっていう、あれがすごい斬新だったんですよね、あの時点では。
それまでって一つの機械には、まあ、一応何パターンかのゲームが入ってるとはいえ、基本的には全部飛んでくるボールを打ち返すテニスゲームとか、あとブロック崩しとかですね、それの多少アレンジしたモードで遊べるものの、基本的に遊べるゲームは1種類っていうものだったのが、まあ、そのゲーム機本体とゲームをの種類を切り替えるロムってか、ロムカートリッジっていうあの形態になったことが、やっぱりその家庭用ゲーム機っていうものがすごい進歩した瞬間だったと思いますね。まあ実際パソコンとかでね遊んでた人間からすると、まあ、パソコンの方はねフロッピーディスクっていうディスクを入れ替えていろんなゲームが遊べるっていうのはもう普通でしたけど、なかなかそれはねパソコンある家も少なかったですからね。エフィさん、カセットソフトをファミコンに挿すんだけどなかなか映らなくてさ、そこに息を吹きかけて挿してました。もうそれみんなやりますよね。カチッガシャッと入れて電源パチッと入れると、なんかものすごいバグった画面がブーってね出てて、 でしょうがねえなってもう一回抜いてフーフーってやって刺すって、あれなんか知らんけどフーフーやるとうまくいくんですよね。と思ってこの手先さん、本体にジョイスティックがついていて、なんと単一6本使いますね。そのゲーム機単一6本ってものすげえ電力だな。今単一電池ってなかなか見ないですよね。まゆみさん、こんにゃろみたいな、うん、ねカートリッジが古くなると何回やってもつかないみたいなことになるんだよね。でもあれね、なんだか、まあ、息吹きかけるの本当は良くないみたいなこと言われますけどね。でももうそんなこと言ったって映らないじゃしょうがないって言うんでね、やるんだよね。ディスクシステムのソフトをフロッピーでコピーする悪い人がいましたね。昭和のマジコンですね。ありましたね。まあディスクシステムって結局、まあねカートリッジと違ってディスクのコピーが比較的簡単だったんで、まあそれでもあれか、普通のフロッピーディスクには移せないから、まあ、専用のコピー機みたいなのがね、それを売ってる人がいましたね。まあでもディスクシステムのゲームって当時は500円で書き換えができたから、結構子供ながらに、まあもうこのゲーム飽きたな遊ばないなってなったら500円持って行ってね、お店でディスクシステム書き換えができたんですよね。未だに覚えてますけど、暗黒要塞レリクスっていうファミコンのディスクシステムのゲームがあったんですけど、まあね、こう言っちゃなんですけど、まともに遊べたもんじゃない代物のゲームで、とにかくロードがね、ロード時間が長すぎて、半画面歩くたびに画面のロードが入るっていう、あんまりにひどかったんで、なんか買ったその日に友達がバレーボールに書き換えて、バレーボールめっちゃ面白いなって言って遊んだのを未だに覚えてますね。まあね、ちょっと いきなり本題に入っちゃったら、そうそう、もともとね、ファミコンっていうもので、まあ、家でゲームをするっていうのがね、一般的にはなって、で、まあ、自分もね、一応その、発売した時には、遊べなかったとはいえ、友達んちとかでね、遊ばせてもらえるようになって、でね、やっぱ最初に覚えてるやつって言うと、これなんですよ。腰振りバレー、そう。あのバレーボールはね、いまだによくできてたなと、ちょっと感心するところがあるんですけどね。あ、画面ちっちゃいな。ちょっと拡大しましょうね。自分の中でね、まず最初に遊んだ思い出があるファミコンゲームって、このファミコンのサッカーですね。これ友達の家でね、対戦ですごい遊んだ覚えがあるんですよ。僕子供の頃からそんなにね、スポーツとか好きな方ではなかったんだけど、その僕がゲームとなるとサッカーをめちゃくちゃ楽しんでいたっていうのもなかなか象徴的だなと思って覚えてるんですけど、まゆみさん、昔はゲームなんてなかったしね。そうですね、ゲームっていうものは本当に
ぱゲームセンターでお金を払って遊ぶっていうのが、まあインベーダーゲームとかはねありましたけど、でもあのゲームに100円も払えるのはやっぱ大人っていう感じだったから、子供はやれなかったですもんね。このサッカーがね、また今思い出してもなんでだったんだと思うのが、サッカーって普通1チーム11人いるのに、このサッカーゲームは1チーム6人しかいないんですよね。あので、1人はゴールキーパーだから、あと5人がフィールドに出てて、基本5対5 でボールを奪い合ってっていう、よく なんだろう今だったらね、サッカーゲームですけど1チーム5人しか、あ、6人しかいませんとか、なかなかないよなって思うんだけど、まあ、この当時はやっぱりその性能的にね、これが限界だったんだろうなっていう、その、まあ、1チーム5人とはいえ、1チーム6人か、6人とはいえ、あの2チーム出すと、それだけでね、12人になるわけで、あの、まあ、12人ものキャラクターを同時に動かすってなると、まあ、ファミコンの処理能力的には限界だったんだろうなっていう風にね。でもね、なんかあの、なんだよ、少ねえなと思いながらも、あの、文句言わずに遊んでましたね。で、この手崎さん、原宿の純喫茶でインベーダーやってたら、歩道員という腕輪つけた人に追い回されたと思いで、いたな、歩道員。インベーダー、あのね、その純喫茶って、要は、あれですよね。喫茶店でゲームを置いてて、そこに子供が遊びに行っちゃうから、歩道員がね、あの巡回して、子供がいたらね、あの子供がこんなところでゲームするんじゃないって言って歩道しちゃうっていうのね、ありましたね。まあね、でファミコンのサッカーと、あと、次がこれかな、よいしょ、あ、これで切り替えなきゃいけないか、相変わらず切り替えの方法が分かんないな、これ。これですね。これ、マリオブラザーズですね。あの、スーパーじゃないマリオブラザーズですね。今の人は、スーパーじゃないマリオブラザーズ知ってるのかな？テーブルに100円玉積み上げて、そうですよね。僕はその頃、まあ、小学生とかだったんで、あのやっぱり100円というもの自体が貴重な金額だったからね、あのちょっとインベーダーゲームとかあれ、ね、下手だとあっという間に終わっちゃうから、それに100円出す勇気はちょっとなくてですね、だからあの家でね、ただで遊べるファミコンはやっぱすごい、わ、これ何回ゲームオーバーになってもお金いらないんだ、すげえと思ってやってましたね。懐かしいです。まゆみさん、懐かしいって書いてくれてますけど、そうですよね。あの、まあ、僕的にね、マリオブラザーズと言ったらこれだろうっていう感じなんですよね。あの、スーパーマリオはね、横スクロールでこう横に、右に右に進んでいくゲームですけど、まあ、マリオブラザーズはね、この、どことも知れる、ね、あの地下で、まあ、この土管から出てくるモンスターを相手にしつつ、自分の兄弟かもしれないあのマリオとルイージがね、あのお互いに殺し合うみたいな、なんか協力してるんだか殺し合ってるんだかよくわからない設定のゲームでしたね。で、まあ、これでこの辺のね、やっぱ友達と対戦するゲームがすごいね、面白いなと思って遊んでましたね。普通のマリオブラザーズは今ならスイッチでオンライン加入特典で無料で遊べます。ああ、まあそうかそうか、あのファミコンのソフトとかが遊べるやつの中にもあるのか。ヨミさん、いつから兄弟って出たのかな。まあ、ただあのこの今画面に映ってるこのゲームのタイトルがマリオブラザーズっていう名乗ってるぐらいなんで、まあ、この時点でね、その兄弟っていう設定は出たんでしょうね。マリオ自体はあの、まあ、この次がちょうどそれかな、
これですね。これあのドンキーコングですね。まあ、マリオもドンキーもね、この後あの独立して自分のゲーム、自分の名前が冠されたね、あのゲームの主人公になりますけどね。ドンキーコングとねマリオはあの昔は殺し合うね、殺伐とした関係だったんでね、あのこの、まあ、この時点では確かあの主人公の見た目は完全にマリオだけど名前がマリオっていう設定じゃなかったような気がしますけどね。あのでこれねゲームのタイトルはドンキーコングなんで、プレイヤーは名もないヒゲのおじさんだけど、まあ、このあとさっきのねマリオブラザーズっていうゲームが出て、でそっちでマリオっていう名前になったような気がしますけどね。この辺もあの、ね、あの要はこの辺ってゲームセンターで遊ぶゲームだったものが、ね、僕もあのゲームセンターでこのマリオブラザー、あ、違う、ドンキーコングを、遊びましたけど、結局そのね100円も払ってるのに5分ぐらいでねあのこの樽を避けるのが難しくてね、あのあっという間に死んでしまう、でゲームオーバーになるっていう、これで100円も取られちゃうんだと思ってなかなかやれなかったゲームが自宅でねすんげえやれるっていう。あとはですね、個人的に好きだったのはこれです。バンゲリングベイっていうね、あ、これ拡大しなきゃ、これはね一部の人の間ではクソゲー呼ばわりされてたりはするけど、あのまあ広がってまた別の人たちにとってはあの名作、ファミコン初期のね名作として記憶に残っているバンゲリングベイや、あ、まゆみさんまた来ます、まだ見たいけど、あ、そうか、お仕事の時間なんですね。あの今朝もね来てくださってありがとうございました。いってらっしゃい、お気をつけて。猫の手先さんが「ハドソン!」って言ってるのは、このバンゲリングベイはあのあれですね、ファミコンの2プレイヤー側のコントローラーにだけマイクがついてて、そのマイクに向かってね「ハドソン!」って叫ぶと、ね、どっちだっけ、味方が来るんだっけ敵が来るんだっけ、確かバンゲリングベイは敵が来たような気がするな、敵の攻撃が激しくなるっていう変な機能がついてて、それを使ってね擬似的なあの対戦ゲームをやるみたいなことをやってましたね。これねなんだかんだね結構今考えると高度なゲームだったなっていう、その簡単とはいえヘリコプターのフライトシミュレーターだったんだなっていうふうに考えると、まあ、この時期のファミコンでこのゲームを出してた、まあ、ハドソン、まあ、もともとは何だっけ、ブローダーバンドとかいう外国のゲームの移植版なんですけどね。で本当にねつい最近気がついたんだけど、このバンゲリングベイっていうタイトルはバンゲリングっていうあの悪の組織があって、そこの港っていう意味でバンゲリングベイだったんだっていうことに今更気づきました。もう何十年ぶりだよっていう、あの知ってる人にとっては多分当たり前なことだったと思うんですけど、そのブローダーバンドっていう会社のゲームがあって、そうロードランナー と、その後ねボンバーマン、あのボンバーマンとロードランナーって世界設定がつながってて、あのロードランナーの敵、どっちだっけ、ロードランナーの敵キャラの姿がボンバーマンの姿をしてるんですよね。であのロードランナーはあの敵の洗脳から解けて、あのロボットスーツを脱いだ一人の人間が地下帝国から脱出するっていうのがロードランナーで、で、そのなんかロボットスーツを着た状態がボンバーマンで、で、このバンゲリングベイは、でそのロードランナーとボンバーマンの悪の組織、その2つの作品に出てくる悪の組織がバンゲリング帝国で、でこの3作、これはその3作目にあたるバンゲリングベイで、そのバンゲリング帝国 の、 あのいわゆる軍事港を破壊して、あの帝国を崩壊させるっていうのがこのバンゲリングベイっていうゲームだったんだっていうことに、すげえ今更ながらに気づいたんですよね。
そうか、そういえば全部バンゲリング帝国みたいな名前が出てたなと思って、しかも全部ハドソンから出てるじゃねえかっていう、みたいなことをね、今更ながらに気づきましたね。そうそうね、レッドランナーとかね、ボンバーマン と、このバンゲリングベイが、まあ、実は3部作だっていうのはなんとなく知ってたんですけど、そうね、あ、そうか、バンゲリング帝国っていうのを相手にしてるゲームだったんだっていうことをね、まあ、今更で思いましたね。まあ、そっとね、あのね、この辺って、まあ、バンゲリングベイもね、あの、まあ、移植のゲームだったり、移植っていうのはその海外からのゲームの、ね、移植版だったりはしたんだけど、その後に、このね、スターラスターっていうゲームがナムコから出て、これはもう完全にファミコンオリジナルで、ゲームセンターにもなくてファミコンでしか遊べないゲームだったんですよね。ただ、非常にオリジナリティが高いゲームで、もうこの、まあ、画面中央に見えてるね、レーダー画面を見ながら、あの、自分の宇宙船の残りの燃料とかシールド残量とかを、見つつ、あの、敵が出現しているポイントにワープしながら、で時々呼吸もしてっていう、あの、まあ単純に言うと、なんていうか単純に言えないゲーム、あの、単なるシューティングゲームでもないし、かといってお話を追いかけるアドベンチャーゲームでもないし、なんだろう、あの、それこそ本当にアクションスペースウォーシミュレーターみたいな、あの、本当にね、この間あのゲームのジャンルの話みたいなのしましたけど、今までのジャンルで語れないゲームっていうものとして、このスターラスターっていうゲームが現れて、でこれを遊んだ時に、その今までなんだかんだ言ってもファミコンのゲームってパソコンのゲームの移植版だったり、ゲームセンターで出てたゲームの、まあ、移植版、しかもね、性能的にどうしてもファミコンの方が低いので劣化移植っていうをしているものっていう印象があったのに、あの、ついにファミコンでしか遊べない面白い画期的なゲームが出てるっていう風に認識させられたのがこのスターラスターでしたね。まあ、実際、あの、僕が知らないだけで、ね、あのファミコン初の画期的なゲームはたくさんあるんでしょうけど、まあ、自分の中でね、うわ、すごい、このゲームは他のパソコンとかゲームセンターとかでもやったことがないし、このファミコンっていう家庭用ゲーム機じゃないと遊べないタイプのゲームだっていうふうに思ってね、強く印象に残っているゲームですね。まあ、スターラスター、今、あの、任天堂スイッチの、ナムコミュージアム、ナムココレクションだっけな、あの、ナムコさんの、あの、昔のゲームをね、あの、一本ずつバラ売りでダウンロードして遊ぶことができる、あの、ゲームがね、スイッチで出てて、確かそちらの方でね、スターラスターも購入してね、300円だか400円だかぐらいの安い値段でね、遊べるようになってたんで、ね、ちょっと、あの、久しぶりにね、スターラスター、あの、遊んでみたいなっていうふうに、ね、懐かしく思い出しましたみたいな話をしてて、気がついたらもう41分になってる。すげえな、まあ、あの、今日ね、話そうと思って予定してたゲームのね、半分ぐらいしか話してないんですけど、あの、もう時間になっちゃったな。前ね、やっぱりファミコンは、僕みたいに、その、がっつり買って遊んだっていう、タイプじゃない人間ですら、これくらいのね、思い出話がポコポコ出てくるぐらいに、まあ、あの、画期的だし、あの、思い出深いゲーム機ですよね。はい、またね、あの、ファミコンの思い出話に関しては、またね、あの、機会を設けて、できたらと思います。猫の手先さん、ナムコのファミコンオリジナルで、ね、マクロスの横シューティング出てますが、実はバンダイからの丸投げゲーム。まあまあ、なるほどな。半径がね、まあ、バンダイさんが持ってるんだろうからな。あ、でもあれ、ナムコが作ってるの？マクロスの横スクロールのやつ。あれだよね、ステージクリアするときに、あの、ビンビンがドラをジャーって鳴らすやつだよね。だからそこだけ覚えてるわ。
はい、それではね、これからお出かけされる方などもおられるかと思います。お気をつけていってらっしゃいませ。それではまた次回の配信でお会いしましょう。画面が隠れたままだったはい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。それではまた、さようなら。